こんにちは、野口幸太です。そしてカリフォルニアのメイコ先生と京都の由美先生です。今回も3人でお届けします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。今回はですね、メイコ先生からのご提案で、楽譜が読めるって何って、ね、そんなテーマについてお話をしていきたいんですけども、まあ、ここで言う楽譜っていうのは、その、すごく芸術、アーティスティックなすごい深い意味での楽譜とかっていう曲の解釈とか、ということではなくて、単純に楽譜という、その、記号というか、グラフというか、あのシステムを理解してこう演奏にするっていう、それってどういう状態のことなのかっていうお話なんですけれども、まあ、今回この提案をいただくにあたって、どういったエピソードがあったのか、メイコさんからちょっとお話をかければ伺えればと思います。はい。ピアノを始めて2ヶ月のお父さんとかお母さんから、お父さんお母さんから、うちの子はいつになったら楽譜が読めるようになるんでしょうってご質問をいただいたんですね。で、それ以外にも、ピアノを習わせたいと思いになったきっかけは何ですかっていうふうに、レッスンの最初に、尋ねしたら、楽譜が読めるようになればいいと思いましてっていうお母様、お父様方がすごく多いんですね。で、楽譜が読めるっていうのって、皆さん本当はどういうふうに思われてるんだろうって、ちょっと疑問に思ったんです。例えば、ひらがなのあっていう字がわかっ、あ、この字、これを見たらあって発音ができるっていうのと同じように、その五線の間にあるどこかの黒い丸を見たら、ポンと音が出せる。それが、そのひらがなが読めるようになるっていうことと、楽譜が読めるようになるっていうことは、ちょっとだいぶ距離があって、音楽、言語に近いかもしれないけれども、ポン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 っていうものではなくて、いろんな要素があるっていうことな、っていうことが、ちょっとその音楽に携わってらっしゃらない方には難しいのかなと思ったんですけど、皆さんどういうお考えになるかなと思って出してみました。なるほど。ここの説明って結構僕もその仕事をしている中でいろんな人たちにいろんな角度からお話をすることが多いですね。うん。まあちょっと、それではね、由美先生、まずこのお話を受けてどうします？私もね、楽譜読めるようになりさせたいんですっていうね、保護者の方が多いです。さらに聞くと、やっぱ保護者の方が、やっぱ小さい頃楽譜が読めなく、読めたらどんなに楽しかったんだろうっていう、やっぱりその、この気持ちとかもね、あって結構言われる方も多いなと思っていて、私が、もし、私になんか楽譜いつになったら読めるようになりますかっていうふうに聞かれたことが実はなくって、そう。だからどうやったら答えるかな。なんかやっぱりその、この、なんか記号っていうか本当文字のね、言語、一つの言語として思われるかもしれないけど、いろんな体験ですよね。音とか、あそこの、なんか音が、いろんなことが合致して、はぁ、それがこれかってなった時に初めて楽譜が読めるようになるんですよね。ねえ、だから私、これまでお楽しみにとしかちょっとが、ごめんなさい、ちょっと。いやいや、それがね、由美先生ですね、素敵なレッスン。それまでお楽しみにって、ちょっと言う、ちょっと言っちゃうかな。いいと思う。はい。いや、ね、僕ね、でもね、やっぱり言語に例えるのが、今のところ感触として、その分かって、もちろん、違う部分、たくさん いっぱいあるんだけども、言語に例えること結構多くて、それが一番、今のところ伝えやすいのかなって思ってるんですね。で、あの話だけども、この、まず、体験として、こう日常的に、まあ、ちっちゃい頃から、あーっていう音を聞いてる、その、あーなのか、おーなのかっていう音を聞き分けられるっていうことがありますよね。で、それが、その、言葉の中で、この、ありがとうございますだったりとか、その、アメンボ、青くない。そう、なんかね、まあなんかさ、そんなさ、なんかさ、あーっていう音とかが、日本語としてのあの音。英語のなんかこう、なんか潰れたアップみたいな、そうなんじゃなくて、ね。まあそういった、まずなんか耳から入っているじゃないですか。ね。で、それが今度文字というものが出てきて、この形、この線の、この組み合わせのものを、あの日常的に聞いてるこのあという音で発音するんだ、みたいな。
ね。で、そんな風にな感じで、こう、単体でこう、結びついていくじゃないですか。でも、多分、その、あというひらがなを認識するより前に、ありがとうっていう言葉は知ってるわけで、この言えたりとかしてるじゃないですか。ね。で、それがだんだんロジカルに結びついていく過程が、この楽譜を読めるようになっていくっていうことの過程とすごく似てるのかなと思うんですね。で、具体的には、いろんな旋律を聴いている経験だったり、あと、歌っている経験だったりとか、で、我々はピアノだから、あ、僕これね、独譜って、どの楽器を媒体にして学ぶかっていうことにも寄ってくる部分ってあるのかなって思うんですけども、またバイオリンの、だったらバイオリンの、そのなんかこう、僕バイオリンのね、バイオリンキッズたちとお付き合いしてた時期があって、それも、割と本格的なやつ。ね。ピアノを通して独譜を覚えた僕からすると、ちょっとね、違うんですよ、やっぱりあの世界。なんか、なんていうのかな、もう、ピアノって鍵盤がメモリみたいになってるでしょ？メモリみたい、なんか黒鍵の数の割合で。そうそう。だから、なんか、もう、鍵盤自体がメモリだから、このそれと照らし合わせて、この楽譜のあれとこのマッチングしていくって感じなんだけども、あの子たちって、まあ、違うかもしれない。僕、バイオリンの専門じゃないからわかんない。間違ってるかもしれないけど、ものすごいこの耳の研ぎ澄まされたこの、音感というか、ちょっとピアノを通して独譜を覚えた僕とは違う感覚なんだろうなって思うので、まあ、何の楽器を介して学ぶかにもよるのかなとはちょっと思うんだけども、まあ、基本的には、まあ、ピアノで言うと、そのドという音が、ここの鍵盤の位置とマッチングするんだなっていうことを覚えていく。で、それが文字を覚えていくっていう過程のと似てると思うんでね。で、今度それが単語になって、音の塊、音符の玉の塊で捉えるんだみたいな。ありがとうっていう言葉を一文字ずつ読まないじゃないですか。ありがとう、うーという。ましてや、うーなんて言わないじゃん。そう。そう。なんかそういう、なんか耳と、あとなんとなくの文字列と、一緒にセットになって覚えていくっていう。で、それが今度文章になって、前後のつながりとして、こう、今度音楽的なこのフレーズとフレーズだったりとか。で、そこに今度この、和音とかってね、そういうのもピアノの場合はね、すごく含まれてくるから、またちょっとそこから言葉とも離れていくんだけど、なんかね、僕、そういうような説明の仕方をしたときに、これが合ってるかどうかっていうことはちょっとわかんないけども、保護者さんには割と伝わりやすい、分かってもらいやすい。だから、日本語をあなたが、今こうやって使いこなせるようになるまでにかなりいろいろな経験をしているはずだっていう、一朝一夕じゃないっていうことを、印象として持っていただく一つの手段としてこの言い方をするんだけど、どう？どう？そう、なんかね、なんかいつまでになんか覚えられますかっていうふうに聞かれたことはないけど、私ね、まだ覚えてるのは自分がパッといきなり読めるようになった瞬間、まだ覚えてるの。それが小学校、ね、2年生の12月でした。なんか今まではこうやってドドドドって読んでたんですよ。でもある瞬間に、ふわ、多分その前ね、ハノンをめちゃめちゃやり始めた、練習をし始めた時なんですよ。その時に練習し始めて、で、ちょっとなんか、ソナチネとかなんか始めて、なんか、ブワーってね、読め始めたんですよ。だから、その時になんかそのスイッチが来るんだなっていうのは思ってて、それを、読めるようになったのが、4歳の誕生日からだから、結構時間があるんですね、やっぱり。なんかちょ、私の中での目安が自分がまだ覚えてるから、だいたいやっぱ3、4年はかかるのかなっていう感覚。結構練習してたし。だから。ユミ先生はかなりやってた。この日々の、この、デイリーな、このトレーニングっていうことを、もう、まあ、普通のピアノ、学習者さんよりかは、割とやっている中で、まあ、4年って。
まあ、その分、弾いてる曲もすげえハイレベルなんだけど、そう、小学校2年生の時にはもう子犬のワルツとか弾いてるっていう話だから、そう、ハイレベルではあるんですけど、やっぱりそれでも、やっぱ数年、ね、何年っていう単位で見る必要はあるんで、でね、僕ちょっとね、思い出したんですけども、大学生の生徒さんがいらっしゃったんですよ。まあ、就職と一緒、ともにこの卒業されたんですけども、ピアノは弾いたことがなかったのね。で、その大学、まあ、かなり偏差値の高い大学で、行ってらっしゃってて、まあ、私立のもう本当のトップを争うような学校だよね、大学だよねっていうところ。で、その大学には、音楽学部じゃないんだけども、音楽理論の講義があったわけ。で、それを履修してたんですよ。で、これね、実は僕別の動画でも話してるんですけども、いわゆる私立の一般的な音大受験の時に、出される学点の入試課題、あれぐらいのところはもうこの人パスするだろうなっていうぐらいの知識があったわけ。ところが、音楽経験、演奏経験っていうものが、まあ、ほとんどないに等しい状態の時に何が起こるかっていうと何も理解できないんですよ、音楽が。だから情報として楽譜に書かれているこれがドだとか、この配列は1度だとか、で単何度、音程とかね、あ、いっぱいあるじゃないですか。それは全部答えられるんですよ。でも理論としてだけしか理解してなかったから、音楽というところに結びついてないんですよ。だから、いつまで経っても弾けないんですよ。自分は楽譜が読めてるつもりなんだよね。その読めてるから、文字通り。だけど、その中身の意味とか、例えば、じゃあ、なんていうのかな、難しい書籍を読めてるんですよ。漢字とか、熟語とか。読み方だけは知ってるの。だけども、その内容とか、単語の意味を分からずに、ただ文字を文字情報として理解してるだけだから、うん、表現には至れないわけじゃないですか。当然理解にも至れないわけ。それをね、僕ね、結構目の当たりにしたと、僕最初不思議だったんですよ。こんなに楽譜、僕、あの当時の僕からすると、こんなに読めてるんですよ。だって、どんなこの複雑な音列の楽譜を見せても、読めちゃうんだもん。音情報を読み取っちゃうんだもん。そう。そう。でも、演奏に全然結びつかない現象に僕はなんでって思ってたんだけど、後から思えばもう当然のことで、うん。音楽的体験、経験が圧倒的に少ないんですよ。意味わかるかな、これ。なんとなく想像がつく。私、昔、高校生の時放送部だったって言いましたよね。で、朗読のコンクールがあるんですよ。で、朗読のコンクールで現代文の他に古文のカテゴリーがあって、その古文の文字は全部読めてるけど、全然意味が分かってない人が読んでる古文を聞いたら、外国語にしか聞こえないの。だけど、古文がちゃんと分かってる人が読んでるのを聞いたら、その例えば一つ一つの言葉は現代語じゃないから耳で聞いてすぐ捉えられないんだけど情景が浮かんでくる。まあ、はい、っていうのと同じような感じですかね、多分ね。確かに、そうで、時々算数にも置き換えるんだけど、まあ、ロジカルっていう意味でね、例えば小学校1年生になって1たす1は2っていうことを、まあ、理論として学ぶじゃないですか、ね、でもそれができるのは、うん、そこに至るまでに、ね、今鉛筆持ったんだけど、はい、鉛筆1本持ってるよって、お母さんが1本くれたよって、ね、あ、2本になったっていう、この喜びだったり、まあ何らかの感じ、ね、この経験があるから、数字情報として1プラス1イコール2というふうに出された時に理解に至るわけじゃん。そう。でもあれをいきなりあの数字の配列で、これ覚えろって言われた時に、果たしてどうなのって。うん、どう、いや、本当そうだと思うんですよ。で、それこそさっき由美先生がね、お楽しみにっておっしゃってたけど、いろんな、小田先生もそうだけど、いろんな風な経験があった挙句に、
あ、これなんだって何かと結びついた時に、パーッと楽譜が読めていく。で、そもそも楽譜って、もともと音楽のあり方として楽譜ありきじゃなくて、音があって、音を共有したいとか、音を残したいと思ったからの楽譜じゃないですか。寄付じゃないですか。だから、もともとは音楽経験が先なんだよねっていうところからじゃないと、譜読みはできてこないと思うんですよね、本当に。そう、僕それ本当にそう思う。だから、高い高いって遊んでもらったことが多いね、お子さんって、音の高い低いっていうことを理解に至るのも早いと思うんですよね。うん。いろんな経験が、実は音楽っていうところに、あと、早い、遅いとかね。そう。まあ、そのあたりさ、ユミ先生のさ、レッスンとか絶対得意分野でしょ。そう、それこそね、リトミックやりますよ。だから、その、やっぱり、すべての体感、経験から音楽に結びつくっていうことでね、ジャンプやったり、行くやったりね、ここで、こうやってヘビやったりね、そうそうそう、そう、ありがとうございますってこう歌うように言ったりね、いろんな経験がね、そうそう。ね、このさ、例えばさ、このアレグロのさ、アレグロ、このワクワクした感じとか、明るい感じとかっていうのもさ、この明るいってそもそもないよね。どういうことよっていうね。好きな食べ物なんだっつってね。今日の夕飯それって言ったら、え、嬉しい、え、なんか夕飯楽しみとかなるじゃんっていうね。それじゃんとかさ。で、だってそのアレグロとかさ、まあ、いろんなビーバージョン、いろんなことがさ、この楽譜の中に情報として、これも楽譜を読むっていうことになるわけで、結局その状態っていうことを知らないと、同じ四分音符でも、今度はどう弾くかっていうことが、わかんなくなっちゃうわけでしょ。だから、まあ、ちょっとそのあたりは深い話になっちゃうからね、深掘りはしない方がいいのかもしれないけども、そう、そんな感じ。なんか、そのあたりのことをもっと、なんかこう、そこも全部含めて、実は楽譜を読むっていうことは体験から何から全部含むことなんですよっていうことを、あんまり我々が発信してなさすぎるのかなと、私自身がすごく思って、たりもしたんですよね。で、楽譜が読めればいいなっていう思いだけが一人歩きしちゃってるから、早く楽譜読めます、読めるようになるにはどうしたらいいですかっていうようなご質問になっちゃうのかなとか、そうすると別の一つ得られたみたいなのかな。あれですね、そういう質問を受けた時にはこの動画を見せるって。いや、結構ほら時間かかるよね、この説明って。ね。かかる。かかるんだよ。だから、やらないんじゃなくて、なかなかね、限られた時間の中で、このね、レクチャーをするのって、結構大変、別料金いただきますけど、みたいになっちゃうんだよ、これ。本当に。そう、お母さんたちに理解してもらうための講座を開かなくちゃいけないぐらいの、ことになっちゃうから、この動画をお役立てください、皆さん。どうでしょうか。本当にそんな気がします。はい、あとね、一音階ってあるじゃない？一音階、絶対音感教育の、その先駆的な場所、音楽教室なんだけど、お名前、こういうね、本のシリーズ書いてる、ピアノ教はい。江口和子さんの本、ピアノが弾けるようになるってなんだろうとか、その、まあ、絶対音感教育ってそのもの自体は、まあ、いろんな意見が出るものだから、その、ネットとかで検索するといろんなのが出てきます。ただ、僕ね、この方が書かれてる、その、上手になるって何なんだろうとか、譜読みってどういうこととかっていう本、これ何冊、十何冊かあるんですけども、シリーズで。そうそう。ね、結構ね、読みやすい文章で、ひらがな文字というか、わかりやすく、で、ちゃんとまとえたようなことを書いてくださってるから、これね、この本のシリーズのその読譜関係、ピアノが弾けるようになるってどういうこと？読めるようになる過程ってどういうことなんだろうって、これ結構科学的に、でもそれをね、すっごいわかりやすく書いてくれてるから、おすすめです。はい。はい、ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録ぜひお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。